1811年委員会計画、1811年委員会計画、1811年委員会計画は、ニューヨーク市マンハッタンのハウストンドーリー北における街路網の原案で、今日のマンハッタンに配置されている無数に連続した単形の街区、方角設計を定義した都市計画である。これは、ニューヨーク市の発展において、最も重要な文章とされており、計画は、 統制と、均衡反自然といった、共和主義的性格を包含する傾向ある。策定した委員会によれば、美観並びに、規則性と利便性の結合を理念としている。もともとは、ニューヨーク市議会が14丁目からワシントンハイツまでの均衡ある開発と土地の供給を目的に発議したことがきっかけであるが、地方自治制度の問題や、 知見者からの反対によって実現さることができなかったため要請に基づいてニューヨーク州議会が引き継いだものである。それを受けた州議会は1807年に全権を持たせた委員を任命し1811年に原案の答申に至る。委員はアメリカ建国の父であるガバヌーア・モリス元上院議員で弁護士の州調査官邸議官のである。また この委員会の調査官邸主任であるは若干20歳の任命であった。この委員会計画はグリッドプランと呼ばれる方角設計の最も著名な実行例であるとともに、構成の評価においては多くの歴史家によって遠大かつ先見性を有する計画であったと評価されていい。一方で道路配置の不規則な古来の都市に比べ、景観が 画一的で単調なものになったという批判も当初からあるものの近年の都市計画化からはより肯定的に見られている。このように無数に連続した格子状の街路であるが一部で公共用地に利用されている切れ目がある。マディソンスクエア公園の前身であり23丁目と33丁目の間にあったグランドパレード同様に四角形をしたブルーミングデール。 ハミルトン、マンハッタン、ハーレム、卸売市場、貯水池といった用地がそれにあたる。また、東西を八番街から五番街まで、南北を五十九丁目から百十丁目までを占める、巨大都市型緑地、セントラルパークは、この計画時点では想定されておらず、他の地区と同様に格子上の道路が建設された。計画の実行にあたり、規則的な上の道路の整備と、 島の地形に左右されない土地の境界線制定が要求された。南北の通りをアベニュー、日本語では番外、東西の通りをストリート、日本語では町目、とした。ハドソン側に並行するアベニューには16の番号と文字が割り振られ、島の北端と南端を除くと、ストリートは東が1番外から始まり、西は12番外で終わるようになっている。 後にイーストビレッジとして知られるようになる地域のアベニューは一番外より東側に存在するため、西から順に A から D までの文字が振られ、文字通りアルファベット式と呼ばれている。それらアベニューと直角に交差する道路、ストリートは155本あり、その位置は道路に囲まれた土地が5エーカー、3ヘクタール、分の区画になるよう設定された。基準点は、 アベニュービートハウストン通りの交差点からバワリー通り、ザバワリーとブリーカー通り、ブリッカーストリートの交差点を結ぶ一丁目で短くて目立たない通りであるが現在も存在している。ハウストン通り一丁目一番街が交差してできた小さな三角公園ペレッツスクエアの存在はそれ以南の不規則な道路と異北の道路の規則を象徴している。 アベニューの福音は100フィート、塔の内陸部で922フィート間隔で配置されているが、沿岸部ではわずかに間隔が狭くなっている。それは、下を南北に貫くアベニューはどれも主要な道路であるがゆえ、商工業の発展しやすい不当が並ぶ川沿いでは、内陸部よりその間隔を狭くし、交通の恩恵を少しでも広くもたらそうとしたたである。 ストリートの福音は60フィート18メートル、約200フィート61メートル間隔に配置された。その結果最終的には約2000もの細長い区画ができることになった。それぞれの区画とそれに接するストリートを合わせると、約260フィート79メートルであるため、アベニューの1マイルあたりの区画数は20区画になった。 ストリートのうち以下の15路線が他より一際広い、福音100フィート30メートルで設計された。これら番号式の通りを建設していく、この計画は最終的に155丁目の北まで続いた。そしてこの番号式の通りはブロンクス区まで続いているが、特に区の北端付近では、通りが東側と西側で多少ずれいる。 またこの番号式の通りを整備するにあたり誕生し、北限をワシントンスクエア公園、南限をブロードウェイと4丁目の交差点に持つ5番街によって、マンハッタンは地理的に東、イーストサイドと西、ウエストサイドに分けられる。大部分のアベニューは路線の一部、または全線にわたって路線名が解消されたが、1番街、2番街、3番街、5番街は一度も、 解消されたことがない。5番街とパーク街、94番街の間にある、マディソン街とパーク街と3番街の間にある、レキシントン街の2つのアベニューは、計画にはなかった通りで、後から建設された通りである。同じように開発が、アッパーマンハッタンに及ぶにつれ、リバーサイドドライブや、クレアーモント街、セントニコラス街などのアベニューが作られ、この格子状をなす通りの一部に加わった。 また1811年の地図に見られるマンハッタン北部の旧道のうちブルーミングデールロードはその後のブロードウェイの前身である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。